2020年の東京オリンピックに向けて新国立競技場のデザインが2案発表されたこのデザインをめぐってもいろいろな批評があるが果たしてどう違うのかを調べてみたそうするとこの新国立競技場に関しては総工費や工期以外でも不安があると言われているその点については後ほどにしてデザイン A&B の違いについて比較してみることにする A 案は旧計画でスタンドを建設予定だった大成建設を中心とするグループからの提案地下2階地上5階建てで高さは4 9 2メートルで屋根に木を多用したデザインで整備費は1489億円の予定 B 案は72本の木製の柱でスタンドを囲む外観が特徴で竹中工務店清水建設 大林組などの共同企業体 JV からとか五輪後にラグビーの試合も可能となるようインゴール部分の拡張も可能とした地下2階地上3階建てで高さは5 4 3メートル。7 2本の木製の柱でスタンドを囲む外観で同1496億円を見込むと総工費の額では大体は同じようであり どちらも後期的には間に合うとのことである今後は JSC 内の建築などの専門家で作る技術審査委員会が提案内容を審査した上で年内にどちらかの案を選定するらしいまあイギリスの女性建築風ハハビド氏の案と比較して総工費2520億円よりはかなり抑えられているようだ新国立競技場のデザインに対してはいろいろとイメージが広がっているようだが この2案には、とても不安な点があるというのだ。それは、この両案の建築デザインのコンセプト、森のスタジアムがメックになるかもしれないのだとか、新国立競技場のデザインの根幹には、日本らしさ、木の活用を図ることが入っているのが、災いするかもということだ。環境を意識してのデザインではあるのだが、かなりの木材を使用するのは予想できる。 森林認証を取っていることが世界標準になっていることだ。ところが、日本に森林認証を取得した森林は、今の現状では、ごくわずかしかないのだと。となると、この建築材料は、外在の使用が必要で、建設によって、日本の林業振興を図るには無理があるのかも。とはいえ、新国立競技場の2案については、世論の受け止めは、 好感を持ってて受け止められているネットでも緊急アンケートも実施され2020年東京五輪も身近に感じられるようになってきたどちらの新国立競技場の案に決定されるにしろオリンピックという祭典で日本から世界へ素晴らしい感動を届けるスタジアムになってほしい。<music>